夜の何せーす、どうもはい、どうもこんばんは。はい、こんばんは。こんばんはです。ブンバの夜なんです。今週も始めていきまーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、ブンバのボーカルのゆういちとギターのケントでお送りします。はい、よろしくお願いしますね。今日はちょっと面白い企画をやってみようかと思いまして、先週からのあれですね。まあまあ確かにね。まあね、あの実行しようということで、うん、そうそう大事で、まあということで、後ほどまたお楽しみよろしくお願いします。またメールアドレス、まあメールアドレスじゃないか、メールなどリクエストじゃんじゃんお待ちしてます。メールアドレスの方が797@fmギノワン.com、 797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンさんのホームページからツイキャス、ユーストリーム、その他もろもろ配信してますので、そこら辺もチェックよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや今日俺めっちゃ焦ったよ、来るの。なんでもうギリギリでから。あ、確かに。めっちゃパニックよ。まあ仕事がこのぐらいに終わるのかな。そう、あのとんでもない味噌汁かしてあのし終わる前に、うん、何をした。でもいろいろやっちゃってやらかして、でも俺来ないといけんさ。確かにね、今日はね用事があるんです本当にごめんなさいっつって死んだと思った、本当に。なんかすっごい言い訳をした小学生みたいな感じ。本当にもう最悪だったよ、本当に明日大変かもね、もしかしたら。明日休みだからね、俺逃げ切るつもりだけど逃げ切ったな。明日休みだからちょっとあれだないやいや、まあまあまあ、そんなのもあるけどね。まあこういうのも音楽で、吹っ切っていきましょう。どういうこと？今日音楽が逃げ場みたいな。今日こそ音楽が、力を、そう、音楽の力っていうのがそういうもんだと思ってますよ。もう社会へのフラストレーション、自分への怒り、そう、ミスをしでかした自分への怒りや憎しみ、歌に乗せて、そう、憎悪、どんなやね。全てそれを聞く人たちはどんな気持ちで、幸せな曲が生まれるわけさ、これで。お前の憎悪から生まれた曲やでみたいな。そう、うん、憎悪の反対はあれだから、愛だから。愛。そう、ピース、平和。それが生まれるきっかけになると今日は思ってますよ。だからラブ＆ピースな一日にしていきましょうよ。よろしくお願いします。むちゃくちゃ言うね、本当に。まあいいけどさ、うん、相当なんかやらかしたんだろうね。でも別にそんなことはないけど。どっちやね。なんかもうなんかそれだったらもうやらかした時間が時間がないみたいな。なるほどね。やばいぞみたいな。ダッシュで行かないとみたいな。まあよろしくお願いいたします。またシュプリームス、シュプリームさんからもこんばんは、よろしくお願いします。まあね、書いてる通り後で後ほど。そうまこちゃんさんもこんぶんばこんぶんばこんぶんばよろしくお願いしますね。ちょっと言いづらいな。まあ名前を入れてもらえるだけでもありがたいですね。ありがとうございますね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ1曲いってみましょうか。1曲いきますか。はい、じゃああなたの最近ね、自分がよく聞くアーティストになりまして、もう今年ブレイク間違いなしのアーティストになります。はい、名前がね、サバイブセットザプロフェット、プロフェッツ、プロフェット。あ、本当だ。自分もなんか知らなくて、知るきっかけがアニメ、うん、劇のリルシュコードギアス の、うん、あれね、映画で 目からなんか光線が出て人が死ぬやつこうまあ、一応まあちょっと自分もまだはっきりちゃんと見れてないんですけど、うん、今見てる途中で予習してますんで、そのね、第3弾の映画劇場版で書き下ろされた1曲を流させていただきたいと思います。まあ、通称サバプロですね。サバプロね。はい、俺あれだと最初だから名前聞いた時に、うん、
あのイギリスにあれがいるわけさ、ね、ロストプロフェッツってバンド、あロストプロフェッツのカバーバンドだって思ってからそしたら曲聴いたらめっちゃ面白いね、うん、あの、うん、ハードな曲からあるんですよ。そうそうそう、今回は日本史で、あのすごく聴きやすいけど重たみもある、またアニメに合ったような曲になっております。それでは聴いてください、サバプロで Anyone。もし曲終わったら CM だろ、これ押したな、確かに。なんかクラップしてる。最悪。
月にも来るんですか、うん、あのお客さんからその場でフレーズを10個ぐらいか5個かな、もらって、そこからもうアイコンユーザーを作る。おお、すごいね。それがまたあのやっぱいい曲。意外と即興で作る曲って面白い時あるもんね。だってあのあ待ってそろそろ終わる。シュプリーム、シュプリームさん、延長ありがとうございます。サンキュー。沖縄ラブソングコンテンツ、ありがとうございます。はっはっは、じゃあ行くよ。夜なんです。はい、戻ってまいりました。はい、よろしくお願いします。先ほどね、流してたのが、ね、聞いていただいたのがね、あのやっぱり俺英語苦手だな、やっぱり。はい、ちゃんと、はい。先ほどのアーティストがサバイブセットザプロフェットさん、ね、来ましたのエニワンという曲で、新しい曲ですね。3ヶ月前にあの YouTube でも公開されてたんですけど、はい、もうなんと再生回数が50万回来そう。すげえ、マジで。でもまあすごい話題の。いいね、なんかやっぱフレーズがいいね、やっぱなんかね、メロディーの選び方も面白いし、うん、サビとかこのエニワン聴いてほしいんですけども、すごいギターのフレーズがなんか単音の部分で聴いてるんですけど、なんかポップな感じもあるんですよ。バックが重たくてみたいな、うん、よくさ、こういう系のジャンルってさ、俺なんか簡単に分けられると思うんだけど、うん、あのワンオクロックっぽくなるわけさ。あ、結構な確率で、まあ、すごいワンオクが確立してますからね、うん、そうそう、あのもう本当にそのワンオクが作り上げたようなジャンルだと思うんだけど俺は、うん、あの結構さ、なんかそのどのバンドもそういうのをやるとワンオクに似てくるんだけど、まあ、結構ねコメント欄見てるとそういうのを、うん、ね、だったりするんだけど、全然なんかそのそこをちゃんと抜け出てるというか、ちゃんとで、うん、そのらしさっていうのがすごい出てて面白いなって、ね、すごい自分も聴いてて勉強になるなって思って、うん、やっぱジャンルはちょっとあのポップパンクっぽい曲も何曲あって、へ、そういうのも面白いな。ちょっと俺も聴いてみます。ぜひぜひ。あの他が結構英詞が多いバンドなんですけど、うん、日本詞もやっぱこの曲は自分はまだ聴いて、うん、あのすごいグッときて、あの、うん、アニメにも合ってるなって思う。あ、いいねいいね、俺たちもそういうの作ってみようよ、アニメソング的な、うん、やってみましょうよ。それもワンピースみたいなの作ってみたいですけどね。あ、いいね。一曲作ったよ。一曲作った。ワンピースみたいな曲作ったんだけど、あまりにダサすぎて、お蔵入りして。あったね、あったね。なんかなんか希望を背負って、なんかもうすごいあの中学生が。どこまでも進めみたいな。曲変えたよ。ね、あの、うん、いいんだけどね、それもね。そうそう、あのすごくいい曲だったんだけど。なんかもう。ふんってなる曲で、ちょっと 笑えちゃうんだよ、鼻でちょっと笑ってしまうような曲。まあ俺らが聴いてそうかもしれないし、ね、うん、お客さんが聴いたらなんか、ああいい曲だって思ってしまうっていうか、しまったらダメだよ、なんか思ってくれるかもしれないし、お笑けてくるぐらいメロディー良くて俺が歌っちゃダメだこれと思ってでもね、結構ありますから、自分たちで聴いてあーっていうのをまた自分たち以外の人に聴いてもらった時、これいいじゃんっていう曲で、これを楽曲にしたら結構良くなってるとか、そうそう、自分もそういう経験が一回あるんで、 PFAM に曲あげようかなってぐらいの出来だったなポップな感じ、あの底抜けに明るい感じが、僕たちもね、あのそこまでめちゃくちゃポップってわけではないですからね。まあね、確かに、うん、ポップでもないし暗くもないし、確かに中途半端なところ住んでるどっちつかず、うーんみたいないや、だからそういうね、なんかワニマさんとか見るとあんなに底抜けに明るい曲をね、よく書けるよね、あんなにね、いっぱいね。まあね、まあでもまあそれぞれもうこのバンドのカラーっていうのがありますからね。俺たちはどういうカラーなんだろうね。どうなんですかね、逆に見てよくわかんないんだよね。結構歌詞的にはかなり暗いこと書いてるから暗いというか暗いというかね、あのなんていうのかな、俺結構人の曲書かないから、うん、
確かに、ね、あの歌詞的に日記のその日記をポエマーですからね、ポエムというか、ね、あの日記をそのままあのなんていうの歌詞に当てはめてるような感じだから、うん、なかなかその人に向けて書く 曲っていうのがなかなか書けなくて、あ、うん、最近少しずつなんかできるようになってきたんだけど、なんかなんだろうな、このちょっとずつなんかね新しいこともしていきたいから、そうです、いろんな視点で曲が作れたらすごいいいと思いますよね、そうそうそう、自分から見たその人なのか、その人から見たら自分なのか、うん、みんなから見たその人なのか、よくさあの音楽やってる人で曲書いてる人で、うん、何かの本とか何かの歴史を読んで、うん、それを自分で想像しながらこういう物語があったんだろうなって想像しながら曲を書く人がいるわけさ、まあ、なるほど、うん、オーバームスローとかだったら多分ジニアって曲があるんだけど、うん、なんかドラゴンの歌、うん、西洋のドラゴン、少年とドラゴンの、ね、そうそうね、それをなんかその自分で多分想像して、あのこんな物語があるんだろうなみたいな、うん、あれを書けるのってなかなか本当になんだろうな、なかなか童謡って、うん、リスペクトに童話、童謡か、っていいかもしれないです、うん、あの確かに昔の自分たちが小さい頃見てたアニメとか、うん、たまにね、あのゆさんがあのジャックの豆の木みたいな歌詞もありましたから、ね、うん、あーなんか今ね曲作ってるんだけど、それでなんかちょっと似たようなのを作ったことあるな、そういえばなんかね、白雪姫とか白雪姫かちょっともう考えないじゃないですか、うん、絶対ゆいさん、うん、白雪姫の気持ちになって曲を作る、白雪姫の気持ち、つらい、毒が回ってる、つらい、デッドポイズン、つらい、トイレはどこだ、トイレの話あったっけ、気持ち悪いっつって知ら、まあなんかあのシンデレラとか、そうそう、あの魔法の国のアリスとか、アリス、うん、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃくなっちゃったちっちゃくなっちゃったダメだな、小学生の作文か、小さくなりました、とってもすごかったです、とっても楽しかったです、うん、ちょっと一曲やってみますか。そう、今日ねアコースティックライブ急すぎだな。なんかもうちょっと前置きがあってやるのかなと思ったんですけど、うんうんうん、こういうのは前置きなく始めるのが、あ、なるほど、あのすごいいいと思う。なんかね、先週ね、あの僕らあのアコースティックライブとかなんかそのやったらっていうそのコメントいただいて、そうですね、うん、ちょっとやってみます、ちょっとね、なんか何気にもう僕たち1年ちょっとここでやらせてもらってるんですけれども、ラジオアコースティック1回なんかやったよ、1回やった気するな、であとは、ベース会、ベース会は2回ほどやって、2回やったんだ、そうそう、でベースのセッションをやったんだけど、ベースでもないしギターをちゃんと持ってきてしっかりこうやって歌うっていうのないかも、一度ね、あのこちらの番組ので違う番組で1回歌わせたことある、歌わせてもらったことあるんだけど、そうそうそう、それぐらいかな、いや自分たちの 番組で歌うのは初めてかもしれない、結構ギターと声の形が、あ、ヘイ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 、結構声がすいません、ラジオなのにこの準備感生でしたかって感じするね、じゃあ1曲やりますか、結構ちょっと音出してみて、ちょうどいいぐらいかな、あのね、じゃあ僕らこのもうバンドというか、あのこの番組を始めて、はい、もうね早1年と数ヶ月経っているんですけども、ずっとね、うん、最初のこのオープニングであの流れてる曲を1曲やろうかなと思います、うん、フューチャーネバーノーズって曲なんですけれども、まあ、なんか細かい話はいいな、まあ、なんかいろいろとその壁に当たることはあるけれど、そこでなんかいろいろ自分で試行錯誤して、自分の持ってる目標さえあれば最終的にどんな道をたどっても絶対にそこに信じればたどり着けるっていう曲を一曲歌いたいなと思います、聴いてください、フューチャーネバーノーズ、yeah. はい、ワン、ツー、スリー、フォー、
昔の思い出に身を任せ、ゆらゆら漂い迷ってしまってた。あの日の景色は変わってないのに、強さの意味を履き違えて一人になってしまった。あの夜、寂しさをいつも感じている。でももう元には戻れないだろう。声を聞かせて、夢を見させてほしいんだ。つまずき転んだ、そんな今日がでかすぎて、まあまあ、ちょっと俺何回もヘッドホン取ったりして、あれ、うん、あれって言って、俺この曲全部手塞がってるからいやいや本当に、今日今さっき聞いていただいたのが、Future Never Knows って言って、僕らがね2年前に、そうですね、そうだね、あの PV も一緒に出して、うん、あのタワレコードさんから、そう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 、全国のタワレコードで、はい、販売させていただいてね、したあのアルバムの1曲目になります、うん、はい、意外とねこの曲最近なんか
この YouTube で すごい人気らしい、まあ、人気だ、うん、人気出てきたからとうとう3万回いったから、ね、なんと、うん、ここ2ヶ月で1万、うん、半分以上伸びた。すごいよね、2倍だ、2倍伸びた。沖縄の片隅でやってる番組を3万人が見てくれてるんだ、ね、ありがたいですよ。何気に僕らあのタワーレコードでもあの売り上げ2位でしたからね。そうそうそう、そうですね、去年ね、全く告知をせず誰にも知ってもらえないっていう。本当にでもね、あのすごいんですよね。そう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 、1位がスカイザリミットで、そうそうそう、2位がブンバーで、3位がゴエクエチョーさん、そうそうそう、で4位が確かアンリさんとかだったはずだね、確か沖縄、まあ、沖縄の、うん、あのアーティストの CD の売り上げですね。そう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 、タワレコード2位、ね、2位だったんだけどな、2位だったんだけど、あれどうしたんだろうな、なかなか売れないなっつってびっくりされたよね、ブンバーさん2位なのになんでってね。確かに言われたな、申し訳ないです、2位ですみません。まあでもありがたいです、2位にもしてくれた皆さんもいますよ。まあね、本当になんかいろいろな人のこのサポートがあって、僕らはやっとこうやってバンドずっとね続けて見られますね。本当にありがとうございます。こうやって今今日ラジオ聴いてる方もいるから、僕らがこうやってラジオでこうやって演奏できるっていうね、本当にありがたいです。本当に、あ、コメントもいくつかいただいて、はい、ケント M? シュプリームシュプリームさん、ゆういちくんやっぴゃやっぴゃやっぴゃやっぱミュージシャンやったんや、かっちょええわということで、まこちゃんさんからも普段の喋りとギャップでよりかっこよく聞こえる。シュプリームシュプリームさん、ほんまギャップもや。まあ狙ってますからね、狙ってますからね、俺らね狙ってるもんから。じゃあ俺普段からかっこよく行きたいよ。お、なんかおしゃれそうな、なんかね、ほんと今こうやってやってるんですけれども、なんかもし僕らの曲で知ってる曲などあれば、ぜひあのリクエストなどいただければ嬉しいですね。なんかあのツイキャスト、ユーストリームだと結構ねリアルタイムでこのコメントが伝わるので、ぜひぜひよろしくお願いします。なんかおしゃれなの弾いてるね、バック BGM。 おい、やるじゃん。セッションすると思った。これの時間いる？いる？これこれいる？ゆういちさんが喋ってるから俺何しようかなって頑張ってたんだ。なるほど。ちょうどね、なんかね、あのちょうど昨日あのデラックスっていうあの沖縄で、なんていうのかな、女装というか、まあまあすごい乙女な、あと40キロでギネス記録があるんだけど、なんていうの、このバンドで最大体重、世界一重い体重のいるバンドが何キロ、なんか400何十キロっているんだけど、今デラデラがあと40キロ上回れば世界一になるらしくて、そうそうそう。でみんなでね、このデラックスデラックスがやってるバーがありまして、でそこで昨日ちょうどさくらちゃんっていうその デラックスデラックスのドラムの子がいるんだけど、その子が一日船長するって言って、ちょうど遊びに行ったわけさ。でそしたらなんかセッションできるみたいな感じになって、コウタロウもいてから、うん、でコウタロウとナイスクラップのヤーマーと3人でセッションしたりして楽しかったんだけど、セッションとかできたらいいね、なんか あんま上手じゃないんだよね。そうですね。だケントさっきなんかこの CM の時に話してたんですけど、うん、なんかお題をもらってその場で曲作るとか面白そうじゃんっつって怖いなちょっとありじゃない、一回やってみよう、挑戦してみよう、うん、挑戦あ、リクエストが1曲来てますよ。やる、どうします、リクエストからやっぱ優先じゃないですか。リクエストからやりますか。すいません、まこっちゃんさんありがとうございます。ドット2はいけますかという、まあ、ね、いきましょう。アコースティックはやったことない、なかなかやったことないけどできるんじゃない。まあ本当にね、全然打ち合わせも何もしなくて、本当にリクエストがあるとすごい助かります、ありがとうございます。じゃあドット2って曲いってみましょうかね。これもね、前にね、フロンティアっていうアルバムだから、その出させていただいたんだけど、その時の2曲目でね、これもまあ英語の歌詞でね、あ、まあちょっと Google 翻訳とかで読んでもらうとすごいいいんですけど、どうしようかな、ギター、どうしようかな、まあ、大丈夫だよ。YouTube にも上がってて、でこっちはFuture Never Knows は結構上がってるのになかなか飲みないっていう、そうそう、ぜひぜひ伸ばしてください、僕らも。そういう曲ちょっとやってみよう。ドット2、そのまま俺歌からやる。オーケー。
Now you have set me free. I'm still got chain of you. You stop my heart just sinking down below the ground. Whoa, whoa, whoa. I hope that I see you again. Better too young to know who I was then. I thought you were part of me. I'm stuck in insanity. Yes, oh, clock keeps on being ceaseless. No one knows how to feel this. まあまあ確かにね。そっちは自由だから結構自由に行くかなと思ったちょっと保守的にさっきまで社会と戦ってきた男が何身を潜めて、ちゃんと牙を研いでるわけ。一旦 CM で中なんかして頑張ってきよう。いや本当聞いてくださって皆さんありがとうございます。ありがとうございます。なんか割とね、逆にいつも喋ってるから慣れてるけど、逆に演奏するとなると緊張しますね。なんというか、リーチザスカイ、あ、いいっすね、いい曲ですよ
CM の間に何か曲作る。弾けんだよ一応番組のジングル作れば群馬の夜なんです。全然音と聞こえ、音が取れてない群馬の夜なんです、夜なんです。ごちゃごちゃするからな、俺は弾かないけどさ俺も今はもうジングル考えてよ。じゃあ次、それから始まったね。ああ、そうしようか。それから始まったりする、うん、CM 味じゃあ Q 出すね。お願いします。エコーなしでいくよ。はい。群馬の夜なんです。あ、いい曲じゃん。まあ、もう俺は何も言わない。あ、割とあんま微妙でした。入りづらい。入りづらい。じゃあ、どうぞ。群馬の夜なんです。三振の花を。おしゃれなコード使ったんだけどな。おしゃれじゃなくてもいいじゃんな。あの、おしゃれを気にするのは、あの、一人でやってる時やってる。まあね、確かに。まあね、今あの僕らあの 今から聞く人もいるかもしれないから、ちょっとね、うん、あの文馬の夜なんですって番組を今FM 議論で行っております。絶対チャンネル変えるわ、はい、この始まり。いやね、本当に俺だったら。いや、ちょうどね、あの今日は僕らあのバンドをやってまして、はい、あの今日は1年ちょっとやってるんだけど、初めてぐらいで、そうですね、アコースティックライブをやろうかということになりましてね。なかなかほぼ打ち合わせなしでやってるので、なかなかね緊張もしてるんですけども、なんかありがたいことにこのリクエストもたくさんいただいてるので、そのね、あ、まこちゃんさんから前にこの僕ら歌ってる時にコメントいただいたんですけど、拍手、おお、かっこいい、ありがとうございます。だったり、ね、シュプリームシュプリームさんからはリーチ・ザ・スカイもゆたしくということなんですけど、いや、リクエストマジありがたいですね、本当に。なんかこうやって言ってもらえるのがすごい嬉しいです。リッチャースカイやりますか？やるか？大丈夫？覚えてるよ。最近全然ライブでやらないからね。あの、アコースティックがどんなのかな。あ、まあ、大体一緒だよ。まあ、リッチャースカイっていう曲がありまして、もう僕がね、多分作ったのも3、4年くらい前なんですけど、このバンドを始めて、まだね、その時大学1、2年生くらいで、ただね、もう本当にこのメロコアバンドになりたくて、自分の大好きなバンドの先輩がいまして、でそこの人たちがライブハウスを建てるって言って、でスタジオがあるっつって、お前たち使わないかって言われて、なんか使いますって言って、でそこでいろいろそのお酒とかもあんまり飲めなくて、でもうなんかこういうパンクロックっていうか、そのメロコアだったりそういう音楽って結構なんかもうお酒アホみたいに飲んでなんぼみたいな、確かに、うん、ところがあって、すごいそういうところがもうすっごい鍛えられたりとか、あとはその上の先輩たちのこの夢というか、僕たちが話した夢について、でもなんでこうここはこうするべきだよとか言われたりで、ライブであと、ね、いろんなお客さんだったり、俺たちはメロコアバンドになりたかったから、その時まだ3人の時いろいろやってたんですけど、お前たちがやってるのはメロコアじゃないとかいろいろ言われたりね。そうでもなんかそのでライブなんかずっとやってたんだけど、すごいやっぱ下手くそだったから、本当にドラムなんてカウントも取れないし、クリックっていうね、テンポをカッカッカっていうのも取れないし、俺も取れないし、でみんな酔っ払ってアホみたいな演奏して、で後で怒られるっていうことを何回もやってたんですけれども、でもその時にね、この地下室にあるスタジオ、このでなんかすごい負けたくないなと思って、初めてなんかその自分にとって意味のある曲を書けたかなと思いまして、その個人的な悩みとか、その憤りのないこの悔しさをなんか自分の中で曲にできたんじゃないかなっていう曲を
歌わせてもらおうかなと思います。リーチザスカイ。これぐらい早かったよ。まだケントと光太郎が入る前みたいな。なんかテンポがまあね。でね、あのヒューさんもね、そうそうそう、あのこの曲は終わったら、腕つった。弾けない。弾けない、ユーチ。ユーチ弾けない。ユーチチューニングできないんだけどって。俺はそれをステージの下から見てて、こいつら何言ってんだろうなって思って。いや、ね、本当ヒューはひどかったからね、あの時もう酔っ払って何言ってるかわからない MC してで、あの今ね、一曲一曲に思い出がありますね。ありますよ、それは。まあまあ、自分もこのブンバー入ってまあ2年くらいか。まあそうですね、うん、でまあ最初に入った時からもうやってる曲になりますので。うん、あ、そうだね、結構もう、うん、なんかね、ほぼか、ほぼだ、ほぼだね。神回の、あ、シュプリームさんから、神回の放送中、ヒューは子供の変顔を作成したり、光太郎はクワガタでも取りに行ってるんだろうな。大体当たってますね。大体当たってますね。あのヒューさんはもう子供遊んで、光太郎さんはなんかもう昨日ヘドミサキの奥まで行って疲れたって言ってました。マジかよ。いや来いよ。いや、まあでもそういうのも楽しいんじゃない。なんかね、こういうのなんか楽しいのかな。またまあまあいいんじゃないですかね。ありで、ありで、人それぞれ楽しみ方はありますから。
今回初めてでも2人でやってるの多分めっちゃいいと思うよ。ライカムぶりですね。そうライカムぶりですね。懐かしいわ。2年、自分がまだサポートの時かな、うん、サポートの時に出れないってなって、うん、ゆういちさんと2人でライカムで、そうそうやりましたね。懐かしいな。怖かった。あれな大変だったな。俺喋ってるしなぜかゆういちさんがメインなのに喋ってなくて俺がなぜか喋ってるし、任せてくれっつって俺に俺に任せてくれって言って何一つ喋らないっておいおい緊張しすぎて何も喋れないっていう置いたよ。でもあの時に気づきましたね、このリズム帯のこの重要度じゃあギターはギターでほら何でもできんじゃん、うん、もう好き勝手。でもやっぱこのさ後ろのバンドがいるからできるんだよねあの時マジで思った本当に。ゆういちさんにもう必死に合わせて必死に合わせてMC になったら必死に喋ることを考えて気づかれしたよ本当に。でもケントもね、あの風には気をつけてくださいねみたいな MC してあの時2人ともダメだったダメだった皆さんありがとうございます。ブンバっていますね、まあ寒くなってきますけど風には気をつけてくださいね。はい、風いいこと言うじゃねえか。大事だよ大事だよ。あの集合あのショッピングモールじゃあのあのねあの風とかね菌とかが蔓延しやすいんで、あの大事だよ。大人になって言ってくれる人いないよ。そんなこと言うぐらいだからお前は医者にでもなってたんだろ。俺はステージに立って風を気をつけてと言いたい。俺は体弱いから。え？話しみちょ。どうしようか、まあ、あともう少しですけど、あと10分近く、あと 1,2 曲やってね。本当になんか今日はもうなんかこの演奏することにもう気を使いすぎてる俺たちはラジオなのに全然喋ろうとしてないからなんかなんか1曲ね、なんか他に面白いのないかな。まあなんかあったかな、これこれかな。ああ OKあと1曲やりましょうか。次じゃね、Same Old Story って曲、なかなかねこうやって演奏してる時にライブでやるとね、なかなか時間っていうのが限られてくるんですよ、うん、なんていうのかな、このやっぱ30分でその間に僕たちは機材を、電源つけてチューニングをして、ドラムはパッパッパッパーってこのなんていうの、まあこの針を確認したり ねシンバルを調整したりするから結局ね25分ぐらいしか使えないわけですよ、うん、でその中でなかなかねそのいっぱい喋るってことはできないさ、うん、10分以上喋るってことはなかなかねできないから、うん、まあ、でも僕らは言うてね演奏時間は15分からそんぐらいだもんね。みんな歌おうとかねヒューがおうっていうからねまあねそんなでもなかなかだからラジオだといろいろこういうこと喋れるからね、なんかね本当になんか緩くやっちゃい、どうなのか分かんないですけどこれが自分たちの持ち味ですって言ったら逃げですけどなんかまあまあまあそういうことでちょっと一曲またこの Same Old Story って曲のどういうことやねんな、まあ説明をしたがそういう時間がいっぱいあるからねはい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 、まあもう多分これだと一曲になるのかもしれないけど、まあ Same Old Story って曲ね、最後の曲、まあこれもね 3、4年くらい前に作りまして、なんだろうね、これは前向きな歌ですね本当に、うん、自分にとっても前向きだしいろんな人に前向きになってもらいたいなと思って、うん、このやっぱ仕事だったりいろんなことがあるけれど僕らはこの自分らしくいれる場所が土日のこのライブなわけですよ。でだからそういう日ぐらいこのいつものしょうもない日常をもうなんかぶっ放して弾けていきたいなっていう ねそういう曲なんですけど、1曲いきますか、この専門ストーリー最後です、うん、どういう感じにいくかな、バンドバージョン、バンドバージョンでいきますか。オッケー変えないでよ急に、ここが
Just say goodbye to quiet your story. Say something, say anything. Whoa, 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 whoa. Now you got to change your world. Gonna break it all, break it all, break it all. We'll say no stories. I'll never forget. I think I can go higher place. My life is going to go. Oh yeah. Say something. って曲でした。まこっちゃんさんからもヤンキーがたまに見せる優しさみたいな書いたな。ああなるほど。なるほど。どういうことですか。あのめちゃくちゃなクラスで怖いなと思ってた、うん、ヤンキーが意外に喋ってみたらすっげえ優しいみたいな。あ違うか。それと違うかな。いや俺たちは多分あれだよ。全然イケてなさそうな喋りもめちゃくちゃ下手くそなやつが。でどうあそれだとねありがたいよ。ありがたい、うん、もうちょっとねもう喋りの方も上げていきますね。ヤンキーが道端で子猫に餌をあげてると。ああね違かったかな。もういいよヤンキーは。ヤンキーが俺らヤンキーでもないよな。タンポポを踏まないように気をつけて歩いてると。ふってタンポポの綿を飛ばしてると。なるほど。なるほどかよ。ガテンがいったわ。どこがなるほどよ。ガテンいかねえわな。いやね、本当に今日はアコースティック回だったんですけれども、楽しんでいただけたらね、嬉しいですね。本当にいろいろね、また、うん、またやれればいいですね。本当に全然喋ってないね。演奏ばっかしてたよ。逆になんかアコースティックでこれやってほしいっていうのがありました。ありました。よろしくお願いします。あ、まこっちゃんさんから ありがとうございます。さーて8月の分場は8月5日久米島祭り、8月19日グスクロックの2本です。じゃんけんぽん。僕が書いたツイートだね。引用だよ。引用。引用ありがとうございます。引用じゃね。じゃお前今日はひどいよ。いやいいんだよ、そういう日だってあるんだ。俺には人間だもん、まあ、人間はね、まあ、息抜きが必要ですから。息抜きなのかなこれは。自分で自分の首絞めてるだけだよな。首を絞めていきましょう。まあ ね、まあ、辛いことがあるときは音楽で心を癒していきましょう。なんだよそれ、逃げてるんじゃん、うん、僕たちの音楽があなたの心に響けばいいと思っております。次はあなたの街へ。はよ東京来てやってね。シュプリームさんからも、うん、頑張ってね、東京行ければ。そうですね、まあまあ。まあ今年は東京はねなかなかね、ま、行ける機会がないので、すぐ作ってね、うん、すぐちょっとチャンスを掴んでいきます。本当にで、まあ、関西関東お住みの皆さん、ぜひブンバー遊びに行きますんで、その部分チェックよろしくお願いします。今日は、ブンバーのボーカルのゆういちとケントでした。ありがとうございました。お疲れ様です。いいな、説得した気分だな。ありがとうございます、シュプリームさん、ケンちゃんさん。